アブラミミズは、淡水に住む、ごく小型のミミズ類である。合毛がはっきりしており、一見では、ミミズとは思えない。アブラミミズは、貧猛なアブラミミズ科に属する動物の総称である。体長は、せいぜい数ミリメートル、肉眼で見えなくはないが、細くて、透明なため、ガラス容器に入れて、壁を張っているのが、糸くず状に見えるのがやっとである。顕微鏡下で見ると、 今度は、やや大きすぎ、あっという間に、視野の外へ這い出してしまう。全身がほぼ透明で、大切はあまりはっきり区別できない上、剛毛の束が、体の幅ほどに左右に突き出しているため、一般的なミミズの印象とはかなり異なる動物である。しかし、大切性があり、イボ足がなく、剛毛束が並ぶのは、ミミズの基本的特徴と一致するものである。 体の先端はやや幅が広がり、扁平になっている。この部分は、口前用にあたり、他の品毛類ではもっと退化している。油耳水の場合はこの部分は幅広く平たくなり、その縁や裏面に専門を持っており、これで周りを探り回ったり、全身の移動にもこれが使われている。その他に、触覚や目点など目立った、感覚器などもなく、頭らしい特徴はあまりない。 体は細長く、体節は明らかには判別できないが、せいぜい十節程度を持つ。表皮には丸い粒状の油滴がまばらに含まれているものが多い。その色によって種の判別ができるものもある。胴部には左右の体に合毛の束がある。これらは体の幅ほどの長さのものと、その半分以下の短いものが、それぞれ数本ずつ集まった束になっており。 扇形に広げることができる。合毛束は各大切に4つ、背面に1体と覆面に1体があるが、それらはほぼ同じである。合毛束を構成する合毛はすべて毛状のもので、他の耳ずるいに見られる、針状のものはない。また、これらは体内に引き入れることができる。分裂によって無性生殖をすることができる。時には、 分裂したものが繋がって移動する連鎖体が見られる。不栄養の浅い水域、池や水田などでもよく見かける。水草や藻類、あるいは沈殿物の間などで見かけることが多い。水中に遊泳することはない。ほとんどがイーロスマに属する。日本からは4種が知られ、最もよく見られるのは全2種である。ありがとうございます。